よち先生。はい。疲れてますね。はい。疲れてます。最近肩が重くて。でしょうね。ゾウバ先生も疲れてますね。ゾウバも疲れてますか？はい、わかりやすいくらい疲れてますよ。そんなにはっきり見えます？見えますよ。よち先生もはっきり見えますよ。顔に出てますかね？はい、はっきり出てます。校長が。そうですね、校長に疲れましたね。校長に疲れてますね。校長にくたばってほしいです。同感です。ゾウバ先生も校長に疲れてますね。ゾウバもですか？え、違うんですか？何に疲れているか自分ではよくわかんなくて。それはもう疲れすぎですよ。そんなに疲れすぎてますか？校長に？何が原因で疲れているかわからないくらい疲れてるんですね。よち先生もものすごい勢いで疲れてますね。わかります？はい。とにかくゆっくり休むといいですよ。疲れたら休めばいいんですか？はい、疲れたら休むといいですよ。疲れたら塩がいいってゾウバは聞きました。確かにナトリウムは効果的らしいですね。校長にかければ効果は抜群なはずです。自分じゃなくて疲れてる相手にかけるんですか？疲れてる相手にかけるといいですよ。じゃあヨチは塩を試してみますね。ゾウバはしっかり休んでみますね。教えてくれてありがとうございます。くたばるまで塩をかけるんですよ。わかりました。それではまた明日。お疲れ様です。やっぱり疲れすぎているゾウバはお祓いの方がいい気がするな。翌朝、おはようございます。おはようございます。あれ、ゾウバ先生とヨチ先生と校長は？校長は塩まみれで死んでるのが発見されて、ヨチ先生は警察で、ゾウバ先生はお祓いに行きました。何があったん？